おはようございます。黒バラ軍団の光太郎です。本日のターゲットホールは茨城県にあります MGM 東海店さんです。入場抽選の結果、約350名様くらいになるのか、僕の番号は183番でした。朝一の始まりなんですけども、前日下見をした際に AT、ART 機、そしてノーマル機のメインどころに関しては高設定が散りばめられているという印象はあったんですが、おそらく僕の引いた番号では取ることはできないので、まずは店内に入って状況確認をしつつ臨機応変に対応していければなと思います。本日仕事の都合上、時間に限りがありますので、限られた時間の中で勝ちにつながる立ち回りができればと思いますので、よろしくお願いいたします。ただいま開店から20分経ってのようやくの入場で、状況がどうなっているかわからないんですが、メインどころはもちろん無理だと思うんで、あ、結構バラエティとかもやっぱ埋まりますね。ただちょっとリセットとか見れそうな、一応これで撮ります。出目が変わってなかったんですよね。出目は変わってない。今バジリスク3がベルこぼし前にジョーダンリップ引いたんですよね。前リセじゃないかもしれない。バラエティに関しては据え置きあるのをちょっと疑いますね。いや今降格がっくんしなかった気がしますね。センコレが前日43コレア目ぐらいのがあったんですけど、ちょっと打たれてますね。で番長2が特訓、49ゲームで特訓。前兆の入り方見てサラバンはリセットっぽいですね。まあ、絆番長、窓マギのメイン機種は埋まってますね。で昨日気になったところで言うと、ジャグラーシリーズ結構強かった、 A タイプがちらほら各シリーズごとに入ってる印象があったんで、もし今日もいい挙動の台があれば狙っていくのは全然ありかなと思います。で一旦まずこの抑えた鬼浜、これが昨日閉店やめ ART 取り切れずでやめてるんで、まあ、設定変更確実と。で赤テープモード 25% で移行するんで、まずこれだけ少し数ゲーム回してみたいと思います。赤テープモードの下なども出てないので、この台は17ゲームでやめて、まだ多分何かしら打てると思うんで移動します。ざっくり見ても絆も3分の2ぐらい一発目で BT に繋がってますかね。まあ、置き時が2島ありまして、かなり設置台数多いんですけど、まあ、今見ていると早い当たりも多いんで、おきどきの朝に狙いとかなら全然できるんじゃないかなと思うんで、ちょっと常にチェックはしようかなと思います。今店内に入って状況確認をしていたんですけれども、まあ、メインどころ多台数機種に関してはおそらくリセットはかけられているのかなと。ただバラエティーコーナーに関してはまだリセットっぽい台が見られていないので、まあ、据え置きメインなのかなと現時点では思います。で、まあ、正直メイン機種、高設定狙いで打つという土台には立てなかったので、まあ、もう焦っても仕方ないんで、まあ、ゾーン狙い、天井狙い、期待値ある台、そしてまあ高設定狙い、まあ、早見切りされた台なので狙っていく台があれば狙っていこうと。なのでまあこの両方を視野に入れて立ち回っていきたいなと思います。はい、このグレートキングハナハナなんですけども、現在582ゲームビッグ2のレギュラー0という台で、まあ、前日下見の段階からノーマルタイプ、強い挙動の台が多く見受けられ、今日に関してもハナハナシリーズ、まあ、今のところいい挙動の台が多数出ているので、まあ、全体的にも強いんじゃないかなと思いますし、まあ、今回500ゲームではまだまだ分からないと思うんで、まあ、設定狙いとして打っていきたいと思います。
グレートキングハナハナ、まあ、導入されたばかりでまだ解析っていうのは全く出てないんですけれども、まあ、スペック的に言うとハナハナ鳳凰に似てる部分が多いので、まあ、鳳凰の数値を参考に判別していこうかなと。で、まあ、重要そう重点的に見ていくのが、まあ、ガッサンはもちろんなんですけれども、ビッグ中の添加確率、そしてビッグ5のパネルフラッシュであったり、あとはレギュラー中のサイドランプで奇数偶数を判断していったりと、あとはレトロサウンドとかもあるんで、まあ、いろいろ見つつちょっとしばらく打っていこうかなと思います。早い、309ゲームです。で、ビッグ確定ですね。総投資日本でビッグボーナスです。ビッグ終了で、このビッグ中スイカはゼロです。で、パネフラもなしと。ただパネフラに関してはビッグ5はまあ、従来通りならそこまで設定差はないんで、あまり重要視はしてないです。まあ、レギュラー後の上部パネフラならまあ設定3以上、上下なら5、6、まあ、おそらくこれは引き継がれてると思うんですけど、48ゲームです。ボーナスですね。持ち込みで当選です。今回もスイカはなしでした。まあ、スイカ確率が設定位置で約、まあ、50分の1ぐらいで、6に関しては32分の1ぐらいだと思うんで、まあ、3回に2回ぐらいはビッグ3回に2回ぐらいは落ちてほしいところなんですけど、まあ、今のところ2分の0と。このクレートキングハナハナの島が全18台ですかね、あるんですけど、まあ、もちろんシンプルに上げられてそうな、前日戦前日へこみが今日いい動きをしているという台もあるんですけれども、昨日良かった台が今日いい動きしている台多いんで、この台が昨日ビッグ31のレギュラー17で140分の1切ってて、まあ、あの設定6の現実ぐらいなんですね。でちょっとレギュラーが足りないのは気になるところではあるんですが、まあ、高設定据え置き、まあ、打ち替えにしろ、そういうのも期待できるんじゃないかなと思います。まあ、ただ昨日が6とは限らないんで、まあ、設定6であれば機械割り111%2%あるんで十分打てると。で5でも 107% あるんで忠実勝負できるんですが、4に関しては104%とちょっと辛い部分はあるんで、まあ、その場合は周りの状況を加味しつつってなるんですけど、まあ、そういった意味も込めてちょっと期待して打っていこうかなと。328ゲームです。持ち込んでレギュラーボーナスですね。サイドランプ青です。花は強めですね。この台も昨日結構いい台なんです。連日高設定挙動の代表99分の1。絆に関してはおそらくこっち側がほぼ全部当たりっていう感じなんですかね。
らかにこちら側より強い。正代スーツマンも含め空き台ほぼゼロですね。ギドキもすでに朝日の台はタイム空き台すらないと。はい、このグレートキングハナハナなんですけども、現在1652ゲーム、ビッグ5のレギュラー4で、レギュラー確率に関しては設定4から5の間の数値で、ビッグが引けてないんでちょっと合成は弱いんですが、今打っている台が、特に要素もないので、まず今の台を打ち続けるかよりかは、移動した方が可能性としてはあるんじゃないかなと思うんで、こちらに移動して判別していきたいなと思います。では行ってきます。初めて3ゲームですかね、すぐです。271ゲーム、レギュラーボーナスで総投資追加投資で8本ですね。サイドランプ黄色です。これで1600ゲーム、1650ゲームくらいでビッグ4のレギュラーの5なんで、レギュラーに関しては、6の数値を上回ってきました。272ゲームで今レバーオンと同時にバイブレーションになったんでビッグです。総投資が追加投資で13本ですね。スイカ、パネフラともになしです。僕の左隣の台がビッグ15のレギュラー9で111分の1、2000枚ぐらい持ってるんですけど、その他の台に関してもどうですかね、3台4台に2台ぐらい、2分の1ぐらい以上は4以上の合算してるんですよね。状況的にははなはな本当に悪くないと思うんで、ただこの僕が打っている台に関しては、今のところいい要素がないっていうのが不安なところですね。26ゲームです。ビッグ1角です。ここでポンポンと追加2回3回と押してくれるといいんですけど、やっぱりずっとゼロが続くと落ちないってなると、はい、追ってくれましたね。1個目、結局追加は1回ですね。僕自身3回ビッグいてるんで3の1です。今お昼を過ぎた段階なんですけれども、未だに稼働率は衰えることなくほぼ 100%、空き台が出ればすぐに、多少悪い合算とか履歴であってもすぐに確保されるという状況なんで、正直この先高期待値の台でどの狙い天井狙いで打てるかというと相当厳しいと思います。で6があったというと、それも結構設定意識して打たれてる方が多いんで、それも厳しいと思います。なので今日に限っては花々の4、期待割り 104% ですけど、それでも極力落とさないように、今日の状況で、花の設定4打ってれたら、御の字やと思うんで、極力取りこぼさないようにでいこうかなと思うんですけど、それで今ちょっとだいぶ粘り越しては打ってるんですけど、ちょっとこれ以上ハマるとでもさすがにきついかなというところはあります。
レギュラーボーナスですね。ビッグボーナスですね。158ゲームビッグボーナスです。このグレートキングハナなんですけども、まあ、ここまで粘り腰で、まあ、4の可能性を信じて打ってきたんですが、まあ、偶数挙動は偶数挙動なんですけれども、まあ、中間以上はもうかなり望みは薄いかなと、まあ、おそらく推定2位なんじゃないかなと思うので、この台はここで見切りをつけたいと思います。はい、この戦国コレクション2なんですけれども、現在290ゲーム、これ数でいうと420、これの台なので、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。これ強者の攻めです。これは鬼ヶ島行きますかね。587ゲーム718、これで8点です。がない。ただ煽ってて黒ステージェンなんで、これこのまま全長ですねで当たると思います。598ゲーム749、これでプラモードです。608ゲーム739、これで8点です。女性キャラからのチャンスアップありで613ゲーム743、これで総投資追加投資で22本で世界制覇ラッシュですね。シナリオ2ですね。80%、10%、80%、10%のシナリオ。あ、今クローバーからですかね、出てましたね。まあ、どんどん行こうやも出てたんで、80% 以上、80% は 100% です。これ今味方キャラで次今緑出てるんで、これヨーロッパなんですよ。で考えると先ほど 80% 以上だったんで、次もう 50% 以上ってなってくると、これシナリオ3つ目シナリオ7か8ですね。だからシナリオ7はオール 80%8 であれば全部 100% なんですけど、かなり高シナリオというか薄いところ引きましたね。これはちょっと、まあ、投資戦100枚まくる大チャンスですね。2セット目の継続バトルです。女性キャラ、ワモチでチャンスアップ。これで継続で3セット目です。
で5セット目に突入です。あれ、まあ、シナリオ7、8確定のやつなんですけど、まあもう分かってたんですけど、ただ振り分けが8の方が 40% あるんで、あれが出た場合はで考えるとオール 100% の可能性、世界制覇の可能性も全然あると。いや、8であってほしいですけどね。まあ、900枚獲得なんで、あと200枚で不在機全回収ですね。で、残り時間、実戦時間が1時間切ってるぐらいなんで、いや、本当にここ7セット目かなりの勝負どころですね。これクリアできれば逆転できると思うんで、クローバーから出ました。7セット目運命のフェイスオフバトルやりました。これは嬉しい。レイボはい、8セット目です。8セット目のバトルです。で今1100枚、まあ、エンディングの時に送りました。はい、世界制覇できました。総獲得枚数が1129枚です。すぐ当たる恩恵あるんで回します。11ゲーム11、これから待ってです。まあ勝ちます。15ゲーム15、これで世界制覇です。悲しいソロワット。 80% のシナリオが多いですね。セット目の継続バトルです。ややく引くしかないですよ。379枚です。はい、まあ、AT 終わったところなんですけれども、まあ、残り実戦時間がもうわずかしかないので、まあ、あと天国分見たいところなんですけど、一周する時間はないということで、今日はこのタイミングで実戦終了させていただきたいなと思います。回収が1392枚でした。実戦終了いたしました。
本日の立ち回りなんですが、朝一は入場抽選番号が悪く、メインどころは取ることができなかったんですが、前日下見の際に花々シリーズが強かったので、積極的に攻めてみたんですが、残念ながら積もれずでした。ただ随時状況把握を怠らなかったことで、最後は戦国コレクション2の期待しのある台を追うことができ、まくることができました。本日に限っては少ないチャンスを見逃さなかったことが勝利につながったんじゃないかなと思います。本日の結果ですが、投資が1100枚、回収が1392枚、サマイがプラスの292枚でした。次回はしっかりと出玉も出せるように頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。お願いします。告白する時も、デートの時も、喧嘩の時も、ごめん、仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ